今日ですけれども、以前紹介した名古屋飯の台湾ラーメン、あれ覚えてる？もう覚えてるも何も大好きですよ、台湾ラーメン。実はそれをアレンジしたメニューが、名古屋だけじゃなくて、全国で話題になっているということで、その人気店、今日は紹介します。いやー住宅街だった中部近畿をぶらーっと巡る中ブラリン、 FDA が青森と結ぶ名古屋空港からひょいと行ける観光エリアの魅力を紹介します。今回はここじゃよー。名古屋市に本店を置くラーメン店麺屋花火、平日から多くの人が開店に合わせて行列を作る人気店です。その看板メニューが名古屋のご当地ラーメン台湾ラーメンをアレンジしたこの台湾混ぜそばです。おいしそう。これはだね。これはどうやって食べたらいいんでしょうか。いやもう豪快に混ぜて。混ぜるんですね、はい、最初本当に具で麺が見えないですもんね。そうです。ではいただきます。おいしい。後味ピリッと辛いですけど、ネギとニラがまた食感がいいので、はい、進みますね。まあ、台湾っていうのが必ず台湾ミンチとニラなんですよね。で海苔を入れることで、はい、なんか和風な甘みとか、はい、優しさが出て、ね、辛いだけで終わらないようにこういろいろ工夫して全部計算されて乗ってるんですよね。うわー素晴らしい一杯ですね。これは一得納得、名古屋小牧空港 FDA でひょいと行けちゃう名古屋、さらに歴史の街京都、心のふるさと伊勢志摩、そして世界遺産の飛騨白川郷までもこんなに早い、そしてお得。知ったらもっと好きになる尾張名古屋のお国言葉、今週はインチャンホイ。チューブラリン。青森と台湾まで、はい、深い関係が実はあるという。そうなんですよ。僕おばあちゃんが青森の八戸に住んでる、なんで親戚もあっちに大勢いるんで、はい、前にあんかけスパの発祥のお店の奥様も、うん、青森のご出身で、はいはいはい、考えるとあれですね、名古屋と青森の深い縁を感じますね。そうですね、はい、あのさ、ね、佐藤のコメントが浅い。なんで？い